声で下ろしてね。でも傷ついた子供たちだから優しく。わかりました。降りるよ、言って。さあみんな降りなさい。みんな外に出なさい。第二次大戦が終わってもなおヨーロッパの苦しみは続いていた。戦争中強制連行された子どもたちが強制収容所や瓦礫の町をうろついているところを見つけられた。子どもらしさは消えて、まるで老人のような顔をしていた。心は打ち砕かれ、残っているのは恐怖のみ。殴られ罰を受ける恐怖だ。軍服を見ただけで怯えるのは、軍服を着た人々に虐げられていた名残だから。誰にでもどんな命令にも従うようになっていた。目の前の人々が救いの手であることが理解できない。痛ましい子供たちは声も上げず機械のように動く。しかしここにいるのは何百万人もいる途方に暮れた戦災孤児のほんの一握りに過ぎない。子供たちの幸せになる権利を戦争が奪い取ったのだ。ここには山のようにパンがある。なのにこの子はパンを隠す。痛ましい習性だ。与えられた一枚のパンで一日二日過ごさなければならなかったからだ。大きな目をした悲しい顔のこの少年は長い間手づかみだったため、スプーンの使い方を忘れていた。もう一つ癖があった。食事のたびにパンを隠していないことをこうした動作で示すのだ。いいから。デレク。はい。食事が終わったらすぐに寝かせてあげて。どこに寝かせますか？満杯ですよ。今廊下に追加のベッドを置いてるわ。わかりました。ここは元兵舎、ドイツ軍の兵舎だった。今は安全な場所である。この子たちはいつから清潔で暖かいベッドで眠っていないのだろう。
わずかな形見の品でふるさとや両親をしのぐ。さまよい歩く間、子供たちが必死で守り通したものだ。ここに来てもまだ笑い声どころか声すら出さない。名前は？ラウル、ラウル・デュボア。住んでたのはベルフォール。年は11。11歳。住所はベルフォール。宗教は？カトリック教徒が？はい、いつもお母さんと教会行ってました。カトリック教徒。お母さんはどこに？わかりません。連れてかれちゃったから、それっきり会ってないし。母親の所在は不明と。父親は？お父さんはどうしたのかな？お父さんはレジスタンス運動をしてて、仲間と殺されて。レジスタンス運動か。僕は逃げて1ヶ月ぐらい森で暮らしてたんだけど、捕まって収容所に入れられて。仲間と森へ逃げたものの捕まり、強制収容所へ入れられたと。場所は？どこだった？マウトハウゼン。マウトハウゼン、そう。もういい、座りなさい。もういいよ。わからないのかな？戻りなさい。次、ヤビーナ・ボロノフスキー。こっちへ。弟です。一緒でもいいですか？では弟さんもそこにかけて。ポーランドのピョートルクフに住んでいました。父さんは音楽の先生でした。家族みんなでベルゲンベルゼンの強制収容所に連れて行かれました。父さんも母さんも収容所で殺されて、私もそこで強制労働をさせられていました。弟を守るため他に方法がなかったんです。ポーランド人、父親は音楽教師、両親ともベルゲンベルゼンで殺された。強制労働をさせられてたと言ってたな。そうですね。なるほど。ミリアム・セルゲッティ、住所はブダペスト、両親はダッハウでガス室へ。ガス室で死んだ人の服を大きさに合わせて仕分ける仕事をしてました。その服の中にお母さんのブラウスがありました。死んだ者の服を仕分ける作業中に、まさか自分の母親のブラウスを見つけるなんて、なんとも残酷なことだな。慰めの言葉をかけて。辛いことを乗り越えて頑張ったんだね、ミリアム。みんなそうです。次、そこの帽子をかぶった子。帽子の子、いらっしゃい。何一つ聞き出せませんでした。こっちへいらっしゃい。来なさい。いらっしゃい、怖がらなくてもいいわ。さあ、こっちへ来なさい。理解はできるようですね。名前は何ですか？名前を言いなさい。ポーランド人なのか？怯えているわ、目を見て。この子と話はできたのか？できません。隣の子に聞いてみよう。ラウル、おいで。二人は一緒？兄弟なの？いえ、友達です。何を聞いても無駄だよ。この子何も喋らないんだ。何度も話しかけたんだけど。子供同士でも話をしないようですね。命令はよく分かってたみたいなんで、言葉が分からないんじゃないと思うんですけど。ドイツ語はどうでしょう？スプリドゥドゥイッチ。分かってるんじゃないのか？どうして答えないんだ？焦らないで。そうですね。君が恐ろしい目に遭ってきたのは分かる。でも私たちは君を助けたいんだ。名前を教えてもらえないかな？分からない。名前も分からない。これも聞くだけ無駄かな。どこで生まれたの？分からない。どこから来たの？分からない。話せるのは分からないだけだ。もう休ませて尋問してるみたいよ。別の場所で他の言葉も試してみましょう。子守歌か何かで思い出すかも。いいえ、やめましょう。そっとしておく方がいいわ。アイスブルクの施設を移しましょう。適切なケアを受けてから質問してもらうわ。手続きをするから子供たちお願い。もういいよ。わからない。そこに座らせて。次、ピーター・リプキン。
なぜ話さないの？どこから来たの？お家はどこ？お父さんとお母さんは？何年か前のチェコスロバキアのとある町、マリク医師は町の名医だった。これがマリク一家、父親に、母親のハンナ・マリク。娘のブラスタ。そして少年カレルの姿があった。一家は幸せに暮らしていた。国は敵国に占領され、チェコの知識層への迫害がついにマリク一家にも及んだ。家族はちりぢりになった。父親と娘は国外へ追放され、長い間母親とカレルは強制収容所で一緒に暮らしていた。時は流れた。母親と別れた日からカレルの心はだんだんと空っぽになっていった。あちこちさまよい、多くの人々に出会い、さまざまな国の言葉もいくつか覚えたけれど、ほとんど口を聞かなかった。話してどうなるものか、言葉など助けにならないのに。さあ、みんな行くよ。まっすぐ行こうね。急いで急いで。さあさあ。
トンプソンさん。はい、マルさん。あなたのグループは22人。確認します。専門の施設へ行く子供たちよ、離れないようにしてね。運転手に言っておきます。よろしく。20リットあれ見ろよ。さあ、あれに乗るよ。あれに乗ってね。順番に乗るんだ。さあ、行きましょう。急いで急いで、こっちだよ。そうそう、いい子だ。いいよ、いい子だね。止めて、捕まえろ。待ちなさい、早く捕まえろ。大丈夫、大丈夫、ちゃんと集合させて。どうしたの、何があったの。救急車が怖いんです。どうして救急車に怯えるの。赤十字ですよ。どうして赤十字に。赤十字のついた救急車の中で大勢がガスによって殺されました。だからですよ。大丈夫、大丈夫よ。ここに並んでね。はい、何も心配しなくていいんだからね。嘘だ、だってあれ、私たちは味方よ。トラックが足りないから救急車を使うだけなの。これからみんなが行くところは安全なところよ。みんな聞いただろう、安心して暮らせるところに行くんだから何も心配しない。嘘、殺すでしょ。違う違う、誰も君たちを殺したりひどいことをしたりしないよ。子供たちのうちに移すだけだ。嘘よ、嘘だ。ちょっと乗ってくれる。嘘じゃないから。乗っても安全だということを見せてあげて。ほら見ててごらん、お姉さんが乗っても大丈夫だから。嘘だよ。ほら大丈夫でしょ。乗って、どうぞ。さあどうぞ。さあ乗りましょう。いらっしゃい。さあ何も怖くないわよ。大丈夫だからね。さあみんな乗って。はい、はい、乗って。いいかい。はい。
そこだ。ドイツ帝国は占領した土地にこのような延々と続く平行した大通りを作った。どこへ行くにもこうした道を人々はひたすら歩いた。ハンナ・マリクも歩いている。奇跡的に生き延びたのだ。チェコスロバキアに戻ってから夫と娘が殺されたことを知った。彼らは消息がわからない。ハンナはある日息子を探す旅に出た。それはドイツに占領された場所をつぶさに歩く長い長い道のりだった。すみません、クルクスさんはどちらでしょう。私ですが、何かご用でしょうか。こちらの住所をいただいて、日曜ですのでお手間は取らせません。構いませんよ、どうぞ。すみません。長旅だったのでしょう。お疲れのようだ。かけてください。どうも。誰を探しで。あの人を探しているんでしょう。探しているのは子供、息子です。私はマリック、チェコから来ました。言葉がお上手ですな。昔から本をよく読んでいました。助かります。私にはね、我々は外国語に弱くて。なぜ私を訪ねてきました。何かデータが。データですか。つまりですね、何か手がかりでも。何も。難民キャンプを巡っています。たまに手がかりがあってもどれも間違ってて、もう7ヶ月探しています。あてもなく巡るだけですか。無駄じゃありませんか。息子のいない人生こそ無駄です。わかります。希望を持っているんですね。息子さんの名前は。カレルです。カレル・マリク。マリク。はい、何か聞き覚えがありますか。お待ちください。中央捜査局へ問い合わせましたか。あそこなら。あらゆるところに行きました。無駄足でしたか。うん。息子さんの年は。9歳です。来月で10歳に。色は白く目はグレーですか。はい。運がいいです、マリクさん。生きていますよ。本当に。最近保護されました。ここにいます。ほら、記録があるでしょう。聞き覚えがあったが、間違いでがっかりさせたくなかったので。大丈夫ですか。大丈夫です、ご心配なく。私はただ。ではここで待ちますか。呼んできますよ。いえ、行きましょう。バカなことを聞きました。待っていられるわけないですね。思い出した。
ここへ来てすぐ聖歌隊に志願した子ですよ。今は礼拝堂にいます。ここでお待ちください。呼んできましょう。わかりました。変ですね。会いたくないそうです。ああ、でも時々あるんですよ。何年も親と離れ離れに暮らしているとね。本気じゃないんです。心を落ち着けてください。そうですね。おいで早く。お母さんだよ。息子ではありません。本当に？間違いありません。何年も経って変わったのかもしれない。私は母親です。あなた名前は？カレル・マリク。僕はカレル・マリクです。息子を名乗ってるけど何かの間違いよ。嘘じゃない。僕の名前はカレル・マリク。カードを見て。これが君の名前か？そう、これ僕の名前だと思う。カレル・マリクだよ。なんだって？そうだと思うなんてどういうこと？だって僕カレル・マリクだもん。それは息子の名前よ。本当のこと言って。待ってください。もしかするとチェコでもポーランドでもなくドイツ人かもしれない。時々紛れ込むんですよ。お腹が空くのは難民と同じですから。責められませんが。本当のことおっしゃい。やだ。わから。嘘じゃないよ。名前なんてどうだっていいじゃないか。あなた息子に会ったことがあるんじゃないの？お願い話して。収容所でね、お母さんが連れて行かれる前に最後に僕にこう言ったんだよ。絶対に誰にも僕の本名を言っちゃいけないって。この子はお母さんが言った言葉を守っているだけなのね。決して本名を言うなと。カレルではないわけだ。いつからカレルになったんだ？どこでその名前を知ったの？いつだったか収容所で点呼の時にカレル・マリクって呼ばれたのに誰も答えなかったんだよ。だからその名前を僕の名前にしようと思ったんだ。カレルに会ったことは？ないよ。なんですって？本名を隠すために誰も返事をしなかった名前を自分の名前にしていただけなんて。もう少し聞いてみましょう。ここでも本名を隠したわけを聞かないと。マリクさん、さ、はい、なぜ名前を隠すの？言ったらぶたれるんでしょ。悪い子だってぶたれるんでしょ。嫌だよ、僕言わないよ。罰を怖がってるのね。なるほど。ここではそんな罰を与えたりしないんですが、あなたからも言ってください。怖くないわ。おじさんはぶったりしないから。カレルじゃありません。僕の名前はヨエル・マコフスキー。ヨエル・マコフスキー。これで理由が分かりました。ユダヤ人です。キリスト教徒じゃないでしょ？いえ、そうです。よく分かった。なぜキリスト教の聖歌隊に入ったんだろう？教会化されたの。そこで見つけられて、その時カトリックだと思われたんだけど怖いからそのままにしちゃったんだ。カトリック教会だったのね。ユダヤ人と分かると怖いから勘違いしたままに。そうか、教会なら安心だしな。ここでお待ちください。この子を上に連れて行きます。怖いことは何もないと分かってもらわないと。おいで、ヨエル。Thank you.
おい、そこで何してるんだ。おいで、やるよ。いらない？まあいいか。腹ペコなんだろ。ほら。それじゃまたな。いいだろ。捕まえた。暴れるなよ。さあ乗れ乗れって。まったくひどいなりだな。お前傷だらけじゃないか。どこから来たんだ。そうか、言葉が通じないか。ドイツ語じゃないとダメかな。だんまりか。まあいい、そっちだ、移れ。ほらこら、逃げるんじゃない。じっとしてろ、動くなって。先に降りるんだ。鬼ごっこは終わり。ちょっと待て、歩こう。ここに住んでる。行くぞ。これが第一の扉。来るな。ほら、ウサギみたいに耳をつかまれなくてよかったね。これが第二の扉だ。おいフィッシャー、プレゼントだよ。これが第三の扉だ。今まだ暴れてるが落ち着くだろう。わあ、なんだこれは。俺の金魚がそこにいた。水だ、急げ。逃げようとしてる。バケツでいいか。いいかい、もう逃げ回る必要はないんだぞ。ただ俺と静かに。こら気をつけろ、戻ってこい。ほら見ろ、行き止まりだ。諦めろ。まるで野生動物だ。すごいな、本当に落ち着くのか。ほら暴れるなって。こらちょっと金魚は後にして手伝ってくれよ。
つかんだか。ああ。ちょっと待て。ほら、落ち着いて、大丈夫だから。そこ見ろ。こいつはひどいな。どこで何してたんだ。さあな。どうしようか。風呂にぶち込むか。足の傷の手当てが先だ。消毒してから洗ってやろう。シラミはいるかな。ああ、山ほどいるよ。逃げられないようにしてくれ。いいか、お前を抑えてる人は軍政府のお偉方なんだぞ。だから暴れるな。おい、おとなしくしないとこの注射を打つぞ。分かったか。いい子だ。用途準拠。アルコール消毒だ。抑えてろ。泣き叫ぶぞ。我慢強いな。驚いた。そりゃ根性はあるだろうよ。いい子だな。名前は？名前？知るか。一言も喋らない。どこで見つけた？俺が昼飯を食ってたらこいつが突然現れて昼飯を食われた。そうだ、何か食わせてやろう。大佐とは話したのか？ああ、俺もあと2週間くらいで除隊になるらしい。アメリカへ帰るのか？そのつもりだ。スティーブ。なんだ？強制収容所か。 A は何だ？アウシュビッツの A だ。あそこにいたのか？それでか。俺たちを親衛隊と思ってるんだな。死ぬほど怯えるのも無理ないや。隠してるぞ。注射で脅したりして悪いことしたな。収容所では恐ろしい目にあっただろう。さてどうしようか。どうするって？俺たちを信じていいと教えるよ。そいつは難しいぞ。よし、ここの鍵は開いてる。ほらね、出たり入ったり好きにしていい。見てて。ほらね、出入り自由だ。信じてないぞ。いいから離れて。絶対に逃げ出すぞ。ああ、賭けかもしれない。離れて。それなら知ってますわ。ヨエルは数週間前この施設に連れてこられました。パレスチナへの移送待ちの子供たちと一緒です。今ここにいるのはユダヤ人の子供だけなんです。ですから息子さんはここにはいらっしゃいませんよ。ここが一時滞在の施設だった頃にいたかもしれませんね。そうですか。すみません、もう少し外でお待ちください。この書類にサインをお願いします。わかったわ、後でもいいかしら。それからカレル・マリクという子がここにいたかどうか記録を調べてもらえる？マリク、 MALIK。 1936年生まれです。はい。中央捜査局へは？ええ、何度か行きました。詳しい特徴の届け出は？ええ、それもしました。でも写真がなくて。まあ、でも諦めないでくださいね。きっと再会できるでしょうから。先週も二人の娘さんを探す父親がここに来ました。ものすごい偶然があってお互いを通りで見つけたんですよ。よくあるんです。そうですね、希望は捨てています。靴の販売業者がマレーさんにお会いしたいと言っていますが。マリクの記録は？まだです。そう、業者の人には少し待ってと伝えてちょうだい。はい。
お忙しいようなので失礼します。他にお待ちの方もいらっしゃるし。いやいやいや、ちょっと待って、もう一度確認させます。みんな働きすぎなのよ。何度も指示しないと忘れるの。それじゃできるだけ正確に調べましょう。どこかの収容所で番号の入れ墨をされましたか？いいえ、私といた間はありません。どんな服を着ていました？一着きりでしたから忘れるはずがありません。ズボンは綿でイギリス製、薄いチェックの模様があります。上着には蓋のついたポケットが2つ、こことここです。それにグレーに白い縞模様で茶色の房のついた毛糸の帽子をかぶっていました。白い縞模様？ええ、機械編みの。まさかあの子が息子さんなんて。ちょっと待って。マリックという記録はありません。ご苦労様、ドアを閉めておいて。確かこの中にあるはずだけど。あ、これカレルの帽子だわ。それは確か。絶対にそうです。ここの部分を私が直しましたので。マレーさん、これが何か。息子さんは確かにここにいました。でも逃げ出して水死しました。はい、後にしてくれる？息子さんは友達と一緒に逃げたんです。友達は遺体が上がり、これがその洋服です。カレルは何日も探したんですが、見つかったのはこの帽子だけでした。どこで亡くなったんです？橋のすぐ近くでした。あの辺は流れが早いんです。あそこですね。来る時に通りました。失礼します。業者の方がこれ以上待てないとおっしゃっているので。ここでお待ちください。すぐ戻ります。他に手がかりはあるか？番号だけだ。特に何もないよな。番号だけじゃ見込みは薄いな。お前が話せるのはわからないだけか？わかるか？ほら、その
イエス、ノーとか何でもいい。それくらい何語かで習っただろう。パレブフランセ。なんだ、フランス語はダメか。イタリア語、イタリアーノ、どう？わざと黙ってるのか。何か手がかりが必要だ。だった封筒はどこだ。ここで待ってろ。いいな。ノンマンラン。お前をどうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだよ。じゃ、最後のチャンスだ。じきに俺は6500キロ彼方だ。そしたらお前はどうなる。ああ、それじゃ、よし、返事の仕方だ。何かが嫌な時にはこう言うんだ。 NO。いいか。いやいや、ノー、こうだ、横に振る。それじゃ行ってみろ。ノー、難しくないだろう。まあいい、ゆっくり考えろ。30秒。いいか、いい子だから一言言ってくれ。ノーだ、ノーだよ、ノー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 。そうか、もういい、付き合ってもらって悪かったね。もうやけだ、酔ってやる。ほら、お前も飲め。No。 飲むんだ。 No。 ほら、喋れるじゃないかな。こいつ偉いぞな。お前はすごいよ。よし、じゃあ聞くぞ。俺を天才だと思うか。 No。 そうか、そうか、よく聞けよ。その答えはイエスだ。イエス、イエス。チョコだ、チョコレートも。おい、おいで。よし、欲しいか。ダメだ、欲しいならイエスって言うんだ。どうだ、イエス。イエス。よし、全部やるぞ、ご褒美だ。乾杯。そうだ、名前がない。なんて呼んだらいいかな。マイケル。うん、ジェームズ、ケビン、ジェームズ、ジム、ジム。決めた。よし、お前の名前はジムだ。俺はスティーブ、お前はジム、俺スティーブ。やめとこ、今日はイエスとノーで十分だ。俺たち友達な。手紙を出しに行く。来るか。どうする。イエス、スティーブ。言えたじゃないか、すごいぞジム。行こう。長いこと伏せてたんだから焦らずゆっくりね。
売り返すといけないわ。さあマリックさん、ここなら暖かくていいわ。30分で迎えに来ますね。ありがとう。あっち行けよ。お前なんか入れてやんない。邪魔だってば、どっか行けよ。うろうろされると鬱陶しいんだよ。お前なんか友達じゃない。ねえどうぞおやりなさい。大勢で寄ってたかって一人を殴るのは簡単でしょう。ごめん。驚いたわ。なんて言ったの？ただどうぞおやりなさい。大勢で一人を殴るのは簡単ねと。ヨエルは困ってるのよ。新入りだから他の子供たちが受け入れなくてね。パレスチナへ行く子供たちはお互いがまるで家族のように団結が強いから、みんな何ヶ月もずっと待ってるの。出発する日を待ってるのよ。早くこの国を出たいから。マリクさん、もちろんお体が良くなってからのことだけど、ここで私たちと働く気はない？働く？子供の扱いが上手でしょう。せっかくですけどお断りします。どうして？なんと言ったらいいんでしょう。マレさん、カレルが死んだとおっしゃった。でも私には信じられません。遺体は上がってないでしょう。わずかでも望みがある限り探し続けたいんです。その体では探すのは無理よ。元気になるまでここにいてちょうだい。子供たちといるときっと気が紛れるわ。ともかく元気になるのが一番。それから考えて。ええ、そうします。椅子、お家、ブラウス、お花。あ、続けて。車、先住民、鳥、木。次は？ベルだ。違う。毎回間違えてるよ。これは傘だろ。傘？そうなの。バイオリン、ベッド。ここにベッドはあるか？それ。いいぞ。これは？窓。テーブル。本。髭剃り。これは何？橋。誰が作った？スティーブ。ベル。違うよ。確かにベルに似てるが、ランプだ。ベルは鳴るやつだ。リンガンリン。この国ではビンバンだ。ビンバン。ビンバン。そうだよ。ビンバン、ビンバン。バンビ。バンビ？どこで覚えた？ほら、バンビだ。そう、バンビだ。お前すごいぞ。壁に貼ろう。画鋲をくれ。画鋲だ。これ何？どれだって？それはダチョウだ。動物園のダチョウ。そう、動物園。これはフェンスだよ。フェンス。どうしてフェンス？ダチョウが逃げないように。
フェンス。英語を覚えるとすごく便利なの知らないだろう。世界のどこへ行っても OK は通じる。英語は世界中で使ってる。アメリカの他にカナダ、アフリカ、オーストラリア、インド、イギリスでも英語は通じる。多分ね。はい。これは？ベル。違う。いい加減に傘を覚えろ。男。そうだ、必修の単語だ。この人はエイブラハム・リンカーン。偉い人だぞ、アメリカの大統領だ。リンカーン、俺はスティーブで、お前は？ジム。ジム、この人はエイブラハム・リンカーン。エイブラハム・リンカーン。ただいま。おかえり。手紙？お前に3通。やった。成果はどうだ？見せてやれ。レッド、バイオリン、鳥、王子。待て、これは何と教わった？人形でしょ。教えるのは本職じゃないからって。これは？それは覚えられないんだ。傘だ。裏を書かれたぞ。じゃあね、これは？知らない。美人だよ。美人？よし、合格だ。なあフィッシャー。なんだ？待ってくれ、これ見て。救済機関からだ。おお。現在 A24328 の少年について当機関に問い合わせがあったという記録はありません。ただその番号から分かることは、少年が母親から引き離された子供であるということです。生存が確認された母親はごく少数です。その子供の特徴と一致する行方不明者の届け出も見つかっていません。大半の母親がガス室で殺害されたのは確実です。見せてみろ。スティーブ。なんだこれ？何？それはタワーだ。タワー？そうだよ。徹底的に調べたようだな。だがこの人たちは国籍も身元も不明だ。つまりジムもな。どうしたらいい？手紙の最後に書いてあるぞ、読んだか？ですから至急当機関にその子供をお引き渡しください。どうするつもりだ？じき国に帰るんだろう。そうだよ。なら引き渡せよ。他にアイデアはないのか？何ができるって言うんだ？アメリカへ連れて行く。冗談だろう。行けないか？できっこない。橋の代わりに子供の人生を立て直す、それも悪くないよ。アメリカに連れてくための手続きがどれほど大変か分かってるのか？どんな？まず1945年9月以前からアメリカの占領域にいた証拠が必要だ。国籍の証明も必要だが、できないだろう。だがもし証明できたら保護権はあの子の国に移る。それから。分かったから、指を刺すな。あの子の健康と君の扶養能力の証明も。それくらいなら。その上いくつもの委員会や部局の承認が必要になる。君の口利きでそういうの省略してもらえないか？無理だ。無理か、友達だろ。手続きが複雑なのには理由があるんだ。出ないとヨーロッパ中からアメリカに移民してくる。だから。お前だって難民は迷惑だと散々言ってただろうが。そうだっけ？ああ、ごく最近まで言ってたぞ。そうか、考えが変わった。だけどお役所ってとこは手続きが複雑で煩わしすぎる。官僚主義にも程があるだろう。かもな。だが俺はお前と違って似たような事例を何十万件も抱えてるんだ。その一件一件を処理するためには感情を交えているわけにはいかない。仕方ないんだよ。さしずめ、あの子の大きな青い目に見つめられて情にほだされたんだ。そうだよ。悪いか。思ってるほど早くことが進まなかったらどうする？お前は14日に帰国するんだろう。それまでに目処が立たなかったら密入国させるさ。バカなこと言うな。なら次の船まで帰国を延ばすよ。スプーンだ。スティーブ、こんなこと言いたくないが、
お前が帰国した後、俺の家族が来る予定だ。知ってる。部屋は譲るよ。俺はそんなつもりじゃ。いいよ、俺とジムは屋根裏で。そういうわけには。大丈夫、気にするな。俺が子供の頃よりマシだ。いいよ。ああ、それがいい。お前は心配するな。これがニューヨークだ。ニューヨーク？そうだ。そこいらへんにあった雑誌だが、よかったら勉強に使ってくれ。ありがとう。子供の前で言い争ってよくなかった。真っ当に育てたいだろ。酒でも？教師が授業中に酒を飲むのは厳禁となっている。連合軍政府の規則だ、覚えておけ。ボトルを取ってくる。ニューヨークだ。アメリカ合衆国最大の都市だぞ。アメリカ合衆国。こんにちは。着いたわよ、トミー。ああ、ここだよ。楽しき我が家だ。君の車？違うよ。君のじゃないのにどうして磨いてるの？意味がよくわからない。誰の車？友達のだよ。スティーブのジープ。ジープはアメリカ製だよ。僕もアメリカから来たんだ。スティーブも。君は？うん、僕は違う。でも僕もアメリカに行くんだ。いつかね。あげる。ありがとう。車見せてよ。トミー？うちの車はフォードだよ。隣のうちには車が2台ある。ジープって楽しいよ。僕運転できる。トミー。誰か呼んでるよ。うん、お母さんだ。じゃあね。おい、ジム。何？おいで、支度をしないとね。それ何？プレゼント。何？お前。僕に開けてもいい？部屋でな。僕が開けていいんだね。スティーブ、中身は何？まだ。ズボン。違う。半ズボン。違う。傘だよ。嘘。嘘。さあトミー、手を洗ってらっしゃい。夕食にお客様がいらっしゃるのよ。もうすぐ見えるわ。フィッシャーの奥さんだよ。うん、男の子と来た人だよ。トミーっていう子。おいおい、もう終わったのか？早いな。うわあ、靴だ、新しい靴だ。ありがとう。合うかどうか履いてみろ。どこで買ったの？子供はそんなこと気にすんな。お願いだからその靴10年履き続けてくれよ。かっこいい靴だね。ありがとう、スティーブ。どういたしまして。急げ、今夜はお客さんと食事だ。みんなを驚かせてやろうぜ。呼んでる、来たみたいだ。紐は結べるか？大丈夫だよ。スティーブ、どういう意味なの？お母さんって。ん？お母さんだよ。いや、お母さんはお母さんだよ。さ、立って靴を見せてくれ。トミーがお母さんって呼んでたの。そうか。靴小さくないか？うん、大丈夫。お母さんって何？そうだな、なんて言おうか。これだ、見ろ。これがお母さん、こっちが子供。子供？
うん。これがお母さん。ああ。急げ、遅れるぞ。おいで。待て。スティーブ。なんだ？あの人はトミーのお母さんでしょ？そう、その通りだよ。歩いて、靴が合ってるか見たい。ねえ、スティーブのお母さんは？俺のお母さん？アメリカにいるよ。メリーランド州ボルティモア。いい町だ。アメリカで一番綺麗な町だぞ。皆さん、こんばんは。いや、スティーブ、遅れてすみません。紹介します。この子がジムです。こんばんは。はじめまして。ご挨拶は？はじめまして。トミーからいろいろと聞いたわ。頭がいいんですって。スティーブの右腕だそうね。この子、言葉はわかるの？わかります。まあ、大体はですね。1割くらいは。明日の朝、軍の売店に行かない？お疲れでなければ。ええ、ぜひご一緒させてくださいな。ジム、いい靴を履いてるな。ここに入ってきた時から気がついてたぞ。パパ、ジムは運転できるんだって。ジープでドライブに行ってもいい？いいぞ、スティーブさえ良ければ。明日みんなで行こう、ジムの運転でね。思ったより血色がいいのね。ああ、スティーブが太らせたんだよ。栄養と教養を与えたのよね。家族の話はしないんですって？うん、ぼーっとしてないでトミー。スープを飲んで。アメリカに連れて帰る手続きはしてるんだろ？ああ、頑張ってるよ。親ら方全員と会ったけど、みんな意外にも好意的だ。じゃあ許可は降りたのか？いや。どうした？別に。飲め。もっとスープをどうぞ。これからどうするつもりなの？わかりません。仕事があるので、もう帰国は延ばせませんし。そうしたらこの子はどうなるの？ま、60キロ先の救済所に連れて行きます。そこに連れて行かないと許可が下りないので、僕はアメリカから手続きを進めます。帰国することは伝えた？全て話してあります。すぐに会えると信じてます。お腹空いてないのか？いつ出発だ？3日後に。すぐだな。トミー、なんだ、どうしたんだ？トミー、ちょっと驚いただけよね。発声練習にいいんだぞ。大丈夫よトミー、なんともないから。トミー言ったらジムの前でそんなに泣いたりして恥ずかしくないの？ジムを見てごらん。大きいから泣いたりしないでしょ。ジム、どうしたんだ？お母さんはどこ？
僕のお母さんはどこにいるの？僕にもお母さんがいたんだ。どこにいるの？いや、その話なんだけど。どうして教えてくれないの？知ってるんでしょ？ねえ、教えてよ。それはできない。知らないんだ。お母さんがどうなったか二人で調べよう。知らないの？おいで、食事しよう。いらないよ。お腹空いてないもん。いいか、ジム。食事が終わったら部屋で話そう。僕、お母さんに会いたいんだ。探すの手伝ってよ。一緒に探せば見つかるはずだよ。どこを探すのか当てもないんだぞ。あるよ、あるよ。すぐ近くにあるんだ。人がたくさんいるとこが近くにあるよ。お母さんが連れてかれて、僕は腕にこれをつけられた。探すの手伝ってよ。一緒に行こう。こらこら、お願い。ダメだ、ジム。手伝ってくれないの？友達でしょ。だったら僕が一人で見つけるよ。いいよ、もう一人で探すか。落ち着け、ジム。自分の部屋行ってるんだ。後で行くから。友達じゃない。どうしたんだ？なぜだか急に興奮して少し話をしないといけない。悪いけど失礼します。私たちのせいなんでしょう。まあ母親のことを話してる。収容所を思い出したみたいだ。アウシュビッツをこの近くだと思ってるらしい。探しに行きたいと言ってる。亡くなったことは話していないの？まだ。失礼します。ジム、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 どこにいる？ジム、
こはもう探した。町へ戻る道だぞ。諦めろ。きっとジムだ。工場の女性が新品のアメリカの靴を履いてたと言ってたじゃないか。こんなことしてても時間の無駄だ。戻って仕切り直そう。いやだ。あれ、そうだろう。な、スティーブ、当局に引き渡す約束だぞ。それしかない。今慰めてやらないと。外そうか。なあ、乗って帰ってくれ。二人で歩いて戻る。頑張れ。いや、おい、逃げるなよ。おい、おい、大丈夫だ。泣くな。泣くなよ。まあいいか。泣きたきゃ泣け。お子さん、もういいよ。何も言うな。分かってる。おいで。ハンカチはないのか？ダメだな。家出するときは持っていけ。それが決まりだ。なぜ帰らなかったんだ？俺が心配すると分かってたろ。どこにいた？少しは話せるか？話せる。ああ。昨夜家を出て行った時、どこに行ったんだ？どこへ向かった？どこに行きたかった？フェンスを探してた。たくさん人がいたよ。お母さんを連れてった。最後に会ったのはフェンスのところか？そう。ジム、そこに行く前はどこにいたのか思い出せるか？思い出せ。家があったはずだ。都会だったか？田舎かな？野原や森のある、どんなところか思い出せ。わかんない。フェンスがあったんだよ。他に何か覚えてる？そうか。昔のことをもう心配するな。ジム、今どうするのが一番いいと思う？明日俺と一緒に救済機関へ行こう。すぐにアメリカへ呼べるよう俺も頑張るから。僕、アメリカには行かない。迎えに行くまで施設の人がお前の面倒を見てくれる。帰ったらすぐにワシントンへ行って当局に掛け合うよ。僕、アメリカへは行かないよ。お母さんを探すんだ。ジム、言いにくいことだけど教えた方が良さそうだ。お母さんは死んだ。死んだ？そうだ。とても悲しいことだけど、どうすることもできない。
じゃあ、もうお母さんは見つからないの？ああ。お母さんはもう戻ってこないの？戻ってこない。だから話したんだよ。探しても辛い思いをするだけだから。お母さんだってお前に辛い思いをしてほしくない。でもお母さんはお前の心の中で生きてる。いつだってお前と一緒にいるんだ。それを忘れるな。さ、帰ろう。スティーブ、僕がアメリカへ行くときはお母さんも一緒に行くの？そういうこと？そうだ。分かったよ。それじゃあ僕もアメリカへ行く。気をつけ！全員整列！では挨拶を。皆さん、ここで一緒に過ごせて本当に楽しかったわ。パレスチナまでの旅気をつけて。シャローム。シャローム。では一般から準備をして。遅れますよ。遅れないようにテキパキ準備をしなさい。それでは全員で合唱。ヨエル、シャローム。気をつけてね。シャロ子供たちが行ってしまうとひどく静かね。寂しいわ。何日か休みを取りたいわ。でも今日新しい子供たちが来るの。また静かな子供たちよ。とても悲惨な状況だったらしいわ。マレーさん、まさか辞めるの？ええ、辞めます。あの子たちが立つまでの約束です。ここには長く居すぎたくらいです。でもあてもなくただ施設を探し歩くなんて辛いばかりで、あなたが参ってしまうわ。あなたにも分かってるでしょうに。必ず見つかると信じてます。子供たちとの暮らしでやっと別人のように元気になったというのに、全部捨てて前の暮らしに戻るというの？ええ、愚かだということは分かってます。新しい子供たちが来るのよ。あなたを必要としてるの。あなたにも必要でしょ。どうしても行かなければならないんです。そう、間違ってると思うけど、私には止められないわ。分かっていただけると思ってました。どこ行くの？
午後の列車で終点まで行ってみます。そこから探し始めようと思います。あなたに連絡できるかしら。できないでしょうね。手紙をくれる？待ってるわ。ええ、必ず。さよなら、マリクさん。さよなら。よし、着いたぞ。ここだ。さあ、降りろ。行きたくない。このまま帰ろう。なんだ、怖いのか？行きたくないよ。ほら、ジム、降りろ。早く。怖がらなくていい。大丈夫。怖い場所に連れてくるわけない。ジム、そんなに怖いのか？ここの人がアメリカ行きを手伝ってくれるんだぞ。行こう。明日アメリカへ帰ります。でもこの子の行く末がわからないまま立ちたくはないんです。いつ頃引き取れるかある程度の目安が欲しい。残念ですが私からはっきりしたことは申し上げられません。ただこの子のお世話は私どもにお任せください。許可が下りればすぐにアメリカへ行かれるでしょう。力を貸してください。皆さんにお願いしてます。引き取るための手続きのご苦労はよく存じてますわ。この少年のことを詳しく教えてください。ジムというのは本名？マレーさんに名前を言って。僕はジム。上手ですね。教えました。最初は何一つ話さなかったんです。母国語もですか？出会った時くらい何か言ったでしょ？いえ、そこが問題でした。珍しくないわ。時々あるケースよ。一度か二度わからないと言いましたけど、それだけです。スティーブンソンさん。いえ、まさかそんな。何がですか？ちょっと気になることがあって。でもこの子どこかで見た気がするのよね。前にここに来たことはあります？どうかな。ジム、おいで。マレーさんの話はわかるかい？ここに来たことある？何ヶ月か前、他の子と一緒に。どうした？なぜ答えない？何を怖がってるんだ？何かに怯えて中へ入りたくないと言ってたんです。何か覚えてるんでしょ？教えてちょうだい。ねえジム、私は子供が大好きなの。何を話しても大丈夫よ。ここから逃げた子は他にもいるわ。逃げるって言葉はわかるわね。別に怒ったりしないわ。逃げたからって罰したりもしない。怖かったの。やっぱりここに来たこと。ちょっと待ってて。とても重要なことよ。じゃあ聞くけど、どうやって逃げたの？一人で逃げたの？友達と逃げたの。やっぱり。だから怖がったのね。じゃあ教えて。どこ行ったの？思い出せる？僕たち。そうだ、湖だ。川じゃなかった。思い出して。川だったかもしれない。でも渡れなかった。二人に追いかけられて怖くなって水に飛び込んだの。午後の列車の時間は？あ、それよ、何時に出るの？正確な時間が知りたいの。何時に出発するの？
今の列車に乗らなかったの？はい、残ることにしました。よかったわ、連れ戻しに来たのよ。なぜ残ったと思います？この子たちは。気持ちが変わってよかった。行くのは間違いでした。大きな間違いだったわよ。ええ、今ならわかります。いいえ、分かってないわ。でももう大丈夫よ。いろいろとご迷惑をおかけしてやめるしかないと思いました。でも子供たちを見てこんな痛ましい、戻ろうと思いました。こちらでまた力になりたいんです。大正解よ、これで何もかもうまくいくわ。そうですか。保証する。おいで。ちょっと来て。さあ立って、立ってみんなね。あの人が。ジム、子供たちと一緒に行くんだ。分かった。